はい、テネテンシャカです。今日はですね、ある方からメールいただいたんですけども、なんかうちの子全然なんかこう、褒めてもくれないし、なんかもう気に入られてないようだと。で、別の子は、試合の方向を言っても、なんか勝ったら褒めてくれるし、この差は何なんだと、いうことですよね。まあ、こういう問題、例えばコーチから、気に入られる気に入られないとか、なんであの子はこんなに褒められて、なんでうちの子は、全然ダメなんだろう、気に入ってもらえないんだろう、何が問題なのかということですね。で、まあ、今後、いろんなこうね、ジュニアから、ツアー回るとかなると、いろんなね、ところに行って、いろんな人にお世話にならなきゃいけないという、そういうとこでもやっぱりね、気に入られる、気に入られないっていうことも出てくると思うのね。で、その中のね、一つのね、例をね、ちょっとお伝えしていきたいと思うんですね。結論から言ったら、コーチが可愛いっていうのは、大体自分のところにまあ依存してるっていうか、自分が本当に一からずっと見てるというか、今自分を慕ってくれてるというか、そういう子に関しては、まあ、すごくこう、なんですかね、勝ったら嬉しいし、こう褒めてくれると。そうじゃない、褒めてくれたら、その逆なんですよね。結局、他のとこ行って練習してるとか、で、自分のとこにこう依存してないとかで、そういうのがあると、こう勝っててても、なんかこう嬉しくないっていうか、逆に負けりゃいいのになとかで、思ってるような、なんかそういうコーチもこういるみたいだから、逆に言えば、その子が、半分可愛いという気持ちがあったとしても、その過程の行動が気に入らないと。ね。だから別に嬉しくても何ともないし、そっけなくなるんだろうな、いうことですね。そういうところから、まあ、今後皆さんがこう苦労しないようにと、うまくこの世を渡っていくためにですね、ちょっとお話というか、アドバイスをしていきたいなと思いますね。まあ、結論から言ったらですね、まあ、また結論ってなったら、もう一つの結論なんだけど、一人のコーチにずっとじゃあ任せていけるのかって、これ、難しいと思うのね。まあ、なんていうかな、もうかなりその、ちょうどその時期でね、ちっちゃい子を教えるのが得意なコーチがいて、で、そこからビルドアップさせていくのが得意なコーチがいてって、こう、いろいろツアー回るのが得意なコーチがいてとか、いろいろいるじゃない？で、その時に、やっぱり、なんていうかな、ドンピシャね、相性も何もあって、すべてがあって、じゃあこのコーチにって言うのであれば、おそらく多分、二人三脚でいい感じに、多分、なっていくんだろうな、と、こういうふうに感じで思うのね。で、やっぱりね、これ広く見渡すと、そういうのですごくね、稀だと思うんですよ。で、うちのテニスラジオも昔は、初歩の時はもう掛け持ち禁止だったし、プレイヤーズに関してはね。で、まあ、よそが来る子もいたし、で、それはまあ、なんていうのかな、まあ、一つの技術をきっちり、目標通りやりたいっていうのが、こう、あったのね。やっぱり、講師としても、やっぱり自分のところに、こう、やっぱり、こう、ずっとね、決めてやってくれがいた時は、すごくやる気概があったし、いいと思うんだけど、やっぱりその中にはその隠れてあちこち行っちゃうっていうこともいるから、なんていうのかね、まあそういうところで、こう、なんていうかね、自分がやろうということに対して、思う通り言ってなかったらなんでとか言って、ね、よくこう揉めたりとかってよくしてたのね。で、もう今はもうそういう時代ではなくなっていて、今は私も逆にチームというのはこう持ってないのね。で、橋本桂木っていう、まあ、単発じゃないけど、まあ、テニスエナジー外で保護者が中心でやってる、チームというのを預かるという、形式で、見てるところはあるんだけど、基本も、なんていうのかな、全部私が見れないから、こう、出てってもらってるのね、出てってもらってるのは、追い出してるわけじゃないよ。いろんなスクールにも行きながら来てもらってるっていう形にしてるのね。そうしないと、うまく、なんていうかね、その子を育てることってできないと思うし、まあ、難しいと思うんだよね。まあ、そこでもやっぱり、多く、あるのが、やっぱりその、なんですかね、先方にはあまり、コーチはこれ、それ面白くないと思わない、思われるとないとか、そんなのが結構あるっていうのが、みたいだから、まあ、その辺はちょっと厳しいのかな、という感じなんですよね。でも、現実もそうしていかないと、もう先には進めないんですよ。だって、そのコーチのところに、コーチで一人で大勢人数いるから、じゃあ全員見れるかって、そうではないとは思うから、結局、その時によって、この会う環境っていうのをこう見つけていかなきゃいけないというのは、こう現実だと思うのね。だから、現実は、その、まあ、コーチに嫌われようが なんだろうが、やっぱり、なんていうかね、コーチはもう親がコーチとなって、で、そういうコーチのことをね、もういちいちそのなんで、へそ曲げるっていうようなコーチのことはもう気にしないと。もうほっとくと。で、もう、明らかに、もうそのコーチが役に立たなくなったら、さっさと変えると。変わるという、その冷徹さが逆に今後の、なんていうかね、時代では必要じゃないのかなと、こう思ってくるのね。
もうこれはだってインターネットの時代で、昔はもう情報なかった時はコーチに頼らなきゃいけなかったのが、もうそういうわけじゃないもん。なので結局そうなってくると、やっぱり最初の話に戻ると、気に入られてることを気に入られない子に分けられるっていうのは結構あるんだろうなとこう思うのね。でまあ今回ご相談あったところなんだけど、おそらくその子のことが気に入らないというんじゃなくて、まあその相性も悪かったのかもわかんない、現場を見てないから何とも言えないけど、もう一つはまあいろんな文面見てると、まあお母さんが頑張りすぎるのが気に入らないみたいなこと言ったのね。でお母さん頑張りすぎっていうことは、結局あっち行ったりこっち行ったりいろいろこうやることがちょっと気に入らないんじゃないのかなと思ったのね。だからその家庭の方針は気に入らないから、その子も褒めてくれないし、思い切った指導をしてくれないということが、まあ、本当じゃないのかなと思うのね。で、同じクラブにも、すごく有望なジュニアがいるんだけど、その子も褒めてくれないんだって、なんか見てるとね。で、その子も、なんていうの、そんなよく知ってるわけじゃないけど、いろいろこう、噂で入ってくるじゃない。あんな、あっちで練習してみたいよ、こうやって練習してみたいよって。だからそこのご家庭もすごい頑張ってるから、やっぱりいいと思ったところに行ったりとか、当然うちにも来てもらったりとかもあるし、で、なんていうのかな、やっぱり本人のね、姿勢もすごくいいのね。なんかこう、トップのレベルにもあるにもかかわらず、もう一問一句に抜かさないでもうずっと聞いてるし、必死さは感じるから、ああ、これはもう本当に応援してあげないとなっていうのは私はすごく思うんだけども、やっぱりその、なんていうのかな、その、担当コーチからすれば、その、あっちこっち行ってるのがやっぱ気に入らないんだろうなとこう思うのね。なので、今後も例えば、この、いろんなね、こう、海外、今、こう、ツアーとか、その、こう、いろいろ回ってるっていうところもあると思うんだけど、で、私の知ってる限りね、海外、こう、引率してるコーチとか、そういうふうな人の中には、そういう、心の狭い人は多分いないと思うのね。いろんなところも引き受けてるから、で、その中で、なんとか、その中からね、いい子を出ようと思ってやってるから、その分け隔てなくやってるの、選手だかコーチが中心だから、そんなことはないとは思うんだけど、中には、だからさっきも言ったように、自分が、中にやっぱりいますよ、こう、専属で教えてる子っていうのがいるから、それはやっぱり、なんていうのかな、私もそうだけど、やっぱり全体の時間があったら8割ぐらいその子にやっぱりこうガチッと入るし、でそうじゃないって言ったらおかしいけど、まあ、よそからいろいろご相談来るっていうのはやっぱり向こうの担当コーチのこともあるから、勝手に指導もできないので、まあ、余ったっておかしいけど、空いてる時間には対応させてもらう。でも空いてる時間に対応させてもらってるけど、手は抜いてないし、その範囲で、まあ、一生懸命やろうと思うし、で勝ったら勝ったでよかったねって、やっぱ嬉しいよね、そういうのがね。逆に言えば、だから今私はそういうスタンスになってるんだけど、だから中にはそういう人じゃない人がいるのね。こうなんか自分のとこでないとみたいなね、で自分のが教えてる子でないとみたいなね、こうないとないとみたいな人がいるから、そういう人になってくると、なんていうかな、そういう子のね特徴を見ていくとかのね、なんかね、その子のね、なんかのこう、背後霊みたいになってくるね。背後霊だったらいいんだけども、憑依霊になってるというか、もう取り付いてるというか。だから、まあ、コーチは一生懸命やって、その本とかのことのに対していろいろアドバイスもするし、いろいろやるんだろうけども、もう、なんていうのかな、指導というよりか、ひつっこいってやつ。ああなってくるとね、こうきついんだよね、なんかこう、なんかね。いや、その辺はなんていうのかな、なんていうの、こう、年齢に合わせてね、ちっちゃい頃はやっぱりこう、引っ張ってあげなきゃいけないけど、ある程度もう、まあ、高校ぐらいになってくると、同じような、こう、なんかこう、立場でっていうか、関係でね、こう、話せるような形にしていかないと、本人が伸ばせない。いつまで経ってもなんか上から目線でね、威圧的にね、やってるの、それまでやってんのみたいなね。だから、私今、海外のこいつ、ションボーンさんとかも言ってもね、日本と韓国は軍隊のようだとか言って、なるほどな、というのはよく分かったんだけど。だからそういうコーチがすれば、なんていうのかな、家族で頑張ろうとか、いろいろ頑張ろうというところに関しては多分面白くないんだろうな、多分今後でと思うのね。だからツアーとかいろいろ回っても、そのコーチによってはうち以外のとこ行ってるんだったらもう適当にとかね、うちのとこばっかり来てくれるんだったらもう一生懸命頑張るみたいな、なんかパツッと分かれる人がいるのかもしれないし、多分いるんだろうね、そんな感じがするのね。だからそこはやっぱりなんていうのかな、コーチの性格とかそういうのを見ながらやっていかないと難しいと思うのね。まあ確かに私も初期の頃は
もう自分の見てる子を中心でしか見てなかったし、ていうか当時ね子供多かったのね。だからテネスエナジーって昔ってね、外部から入ってくるってなかったのよ、本当に。っていうか入れなかったというか、もう人数パツパツだったし、でよく言うその強いからって言って上のクラスには入れないのね、必ずっていうのは何でかっていうと、その上のクラス の枠の中に下から頑張ってきた子を入れる枠残しとかないと下の子が育たないってわけね。だからでそういう意味で嫌味でやってるわけじゃなくて、ごめんねって言ってる言葉あるんだけど、そういう風にしとかないと下が育たないのね。で下からまた上がっていって上が卒業してっていう、こういうローテーションがすごくできて、それは人数的に多かったからあったんだけど、まあ、最近も少子化でね、もうテニス人口も少なくなってるから、外部を入れるようになっていったのがもう10年ぐらい前ぐらいなのかな。まあ、それは単純にもう本当に上というか人数が少なくなったからなんだけども、その頃ぐらいからやっぱりいろんなところの掛け持ちするような人が出てきて、最初の頃はいろいろやっぱり私もね、こう自分がやりたいこともできないから、揉めた親も いたもんね、だん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 ね。でもインターネットがどん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 普及するにつれて、で人数もどん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 こう少子化になっていくにつれて、コーチ主権からこう親主権にもだん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 こう移っていったからね、やっぱりなんていうのかな、コーチも変わらなきゃいけないと思うね、時代だから、時代がそういう方向に行ってるからね。だからもう親がもう自分の責任のとしてやってるんだから、その範囲で私はこう応援していこうっていう、そういうふうな立場に今なってるわけよね。だから逆にいろんなところにまあ見に行っていろんなとこやって、自分の責任だから、自分の責任、親が責任持ってなきゃいけないからね、それでとにかくいいものをちゃんと選んで頑張っていったらって言って、でその中でいろいろご相談があって、で私はじゃあこの部分で頑張ればいいのねっていうことで、ね、その部分でねちょっと頑張らさせてもらってるっていう風なスタンスにはいるから、まあ今はそんなスタンスの人だったら多分裏表なく話はしてくれたりとかいろいろやってくれたら思うんだけど、中にはこうやっぱりこう抱え込もうってなってくるようなとか強いところはちょっと厳しいのかなという風な感じはしましたよね。だから何ですかね、自分の子が可愛がられてないんじゃないのかっていうのは、多分その背景とか、そこがそのコーチのところに依存してないっていうのがあるから、それが多分面白くないんだろうなと。その子というよりもその親、もしかしたらその子も気に食わないし親も気に食わないしであるかもわかんない。その背景をもうちょっと、ね、考えてもらった方がいいんじゃないのかなと、思いますね。でまあ下の概要欄の方にもね、何ていうかね、やっぱり7つのコーディネーションとかいろんな指導に関しても情報は出しておくんですけど、ちょっと親がね勉強してもらった方がいいかもわかんない。特にうちの方の教材でもね、新しく先日リリースしたんだけど、あとメンタルね、メンタル枠のフォローとかね、動き作りトレーニングとかね、そんなのをリリースさせてもらってます。内容的に言えば保護者が勉強しやすいようになってるんですよ。ね、で分かってなきゃいけないのは保護者だと思うのね。で保護者がやっぱり知識があってやらないと、本当のなんていうのか行動っていうのは多分できないと思うから、そういう意味ではコーチべったりの依存っていうのも多分困るんだろうなというふうにはこう思うんですよね。でそういう意味でちょっと勉強したいな、保護者も勉強したいなって。で子供が見るにはちょっと難しい内容も結構多いから、保育保護者も勉強してもらわないといけないところがあると思うんだけど、で特にうちの土日のレッスンなんかだったら、この間なんていうのかな、土日のレッスンっていうか、レッスンの日と練習の日ってあるのね。練習で反復練習なんで、レッスンじゃないのね。もう各クラブでやってきた内容をちゃんと本当に実践でやってきた時に反復しましょうっていう風な形と、それとレッスンっていうのは本当に細かいところまできっちりなんとかこういろいろ理論的に今やってるんだけど、そういう場合ってね、親にコート入ってもらってるのね。でもう我が子の近くまで行ってビデオ撮っていいですから、で私が話してるのを全部録音していいですからってこうしてるのね。だからもう私のレッスンの場合もうカメラに囲まれてるのよとかね、もうみんなこう動き回ってるのね、コートの中ね。でも大事なことはね、そこで思ったのは、やっぱりこう今はもうコーチに依存するんじゃなくて、親がやっぱりもう各自がもう独立心というか独立して動かないと無理だから、そういうふうな知恵をつけていかなきゃいけないと思うのね。だから一問一句私が喋ったことをね覚えてもらって、後から復習できるようにしていいよっていう感じで取ってもらったりとかしてるから、だから多分ねうちのレッスンっていうのが
ちょっと特殊に見えるとは思うんだけど、よくうちは口出す人もいるんだけど、それはうち、口出してると言うんじゃなくて、私が言ったことをちゃんとアドバイスしてないから親が言ってるわけだって、私は一協力者として見てるから、そういうのってね、もうなんかもうだから親と子供とね、みんながこう一体になって頑張っていかないとダメなんだよっていう考え方でやってるとこなので、まあ一回土日ね来てもらって、そんな相談があったらまたメール送ってもらったらいいと思います。まあちょっと最後ね、まとめ的なとこなんだけど、やっぱりコーチにはなんていうのかね、いろんなところも、まあ、平等に見ようっていう目を持ってる人もいれば、うちのとこでないとみたいな、なんか独立、なんか独占欲の強いコーチもいるよと。で、そういうところは、独占欲の強いところに関しては、自分のところ以外の子が、優勝しましたなんて言っても全然嬉しくないから、うんってコーナーがなってるよと。で、自分のところで一生懸命来てくる子ね、もう、なんか、例えばこう、ね、A コーチのところね、A コーチのずっと来て、A コーチにべったりの子に関しては、優勝した、おお、頑張ったなってこう喜んで、てくれると非常に単純ですね。で、それはその子が気に入っただけじゃなくて、その背景の親の、頑張り方内容がなんかもう自分で勝手にやってんだなみたいな感じで見られてると、おそらくもうてか見られるんだろうなということでしたね。それはスワンワールドは今後皆さんがいろんなところにね、こう、まあ、旅立っていくじゃないけど、活動していく上でも、その人間関係でね、ちょっと気をつけてもらった方がいいんじゃないのかな。それにちょっとね、そのコーチのちょっと裏側の顔にヒュッとこう覗いてみてくださいね。ということでな、頑張ってください。